関電ビルディングの夜景関電ビルディングは大阪府大阪市北区の中野島にある超高層ビル。関西電力の本店およびその関電会社が入居している。なお、関電ビルディングという名のビルは以前にもあったが中野島三丁目共同開発のために取り壊された。そのため、新ビルの建設期間中から、竣工直後にかけては新関電ビルとも呼ばれていた。 関電ビルディングは、大ビル、関西電力、関電不動産の3社が進めている、中野島3丁目共同開発の第1期工事として完成した。このプロジェクトは、以下のような3段階に分けて進められた。外観上の特徴として、ビル長部にあるリブリットというものがある。これは、火が暮れると光り始めて、周囲の風の動きに反応して、白い光の列が流れる照明システムであり、 周囲の環境情報をリアルタイムに映し出すというコンセプトのもとに作られた。このビルのシステムとしての最大の特徴は、様々な方法で省エネに取り組んでいることである。以下の手法によって一時エネルギーの30%削減を実現し、2005年度、第18回日経ニューオフィス環境賞を受賞した。日本建設業連合会、b c s 賞例2回受賞作品。 関電ビルディング。2013年5月26日閲覧。中野島3丁目共同開発ライビルリブリッド、関西電力、日経ニューオフィス賞受賞オフィスの紹介、関西電力本店、オフィスニューオフィス推進協議会。ありがとうございます。